遅いわ、12秒の遅刻よ。だからといってあなたを責めるつもりはないわ。寛大な心の私に感謝するのね。遅刻したのに逆ギレかしら。いい度胸ね。急に呼び出してごめんね、あなたの都合も考えずに。でもこれには十分な理由があるの。その理由もちろん知りたいわよね。それは意外ね。ばっかりよ。気持ち悪くなってきちゃった。あ、ちょっと待って。本当に吐くかも。ええ。でも、これはあなたのせいよ。責任を取って、私の要件を聞いてよね。私があなたを呼んだ理由はね。もったいぶってないわ。ただ心の整理がついてないだけ。いつも沈着冷静な私のそんな姿が見られるなんて、あなた若輩者よ。さすがうちに3年も居候しているだけあるわ。意外ね、対人スキルが極度に低いあなたが私に突っ込むなんて。ちょっと待ってよ。私があなたに相談をするなんて世も末ね。はぁ、あ、私妊娠したみたい。赤ちゃんできちゃったみたい。そうね、あなたの子よ。あなたとは3年前から同じ屋根の下であんなことやこんなことしてたし、ついこの間も港が見える公園で夕日をバックに愛を語り合ったし、あなたと私の間に子供ができるのは当然よね。無茶ぶりしたのはあなたよ。ありがとう。おかげで3秒間気が紛れたわ。その顔、相手は誰だって言いたそうね。なら教えてあげる。私の相手は、あ、何よ。私たち学校にいたんじゃ。ここはどこなの？
私をこんな人気のない場所に連れ込んで何をする気？って聞くまでもないけど、そんなことしたら舌を噛み切るわよ。もちろんあなたのをね。場合によってはそれ以外を噛み切る覚悟もあるわ。思い出したわ。それにしても陰気臭い場所ね。とてもカビ臭いわ。正直妊娠に比べればこんなの大した問題じゃないわ。それより早くここから出ましょう。ジメジメして体にカビが生えそうよ。さっきの話だけど、あなたが死ぬほど気にしている私の相手の話よ。いいから黙って聞きなさい。私の相手はいないわ。見ての通り私は処女よ。言った通りよ。相手がいないのに私は妊娠したの。初めは想像妊娠かと思ったけど、でも24個の妊娠検査薬がそうじゃないと証明した。ちなみに医者にはまだ行ってない。怖かったから。文句ある？油断するな。次は終わったな。